はい、日経トレンディネット編集長の渡辺です。今回は鶏五目おにぎり対決ということで、4人のコメンテーターの方に食べ比べてもらいます。それではどうぞ。ちょっと固め、それで食べた時にちょっと崩れる感じですね。だからべちゃっとした感じのものじゃなくって、そういうおにぎりが好きです。ご飯を飲み込んだ後にちゃんとご飯を食べたっていう味がするっていうことですね。あとは当然海苔との相性ですね。海苔として食べても美味しくても、ご飯と一緒に食べると合わない海苔もあるので、やはりそれが一体感があるっていう部分で、あとはもう具は正直言って好みだと思いますね。まあ、具をメインにするのか、それともご飯をメインにしつつ具はご飯を生かすための存在にするのか、そういったそのどういうおにぎりを作りたいかという考えによって、そのおにぎりの形、素材選びが変わってくるかなと思っております。具がいっぱい入っているのが好きです。もともとはご飯は大好きなのでご飯だけにしたいんですけども、ちょっと栄養士という職業柄もありますので、少し具を多めに、特にタンパク質系は必ず入れたものがボリュームがあって好きですね。そうですね、1番、2番、3番、はい、私は好きなのはこれです。粒がしっかりしてて色もちょっと薄めになってるし、見た目がいいし、味はね、そんなに変わらないんですけども、ちょっとこっちの方が濃いめかなっていう感じがするので、関西の人間はこっちの方がいいなっていう感じがするんですけど。一番好きなのはこれです、はい、僕好みとしてはやっぱりちょっとおこわっぽい方がいいですかね。もっちりとしてそのこうまったりとこうまとわりつきながら、ちゃんと ごぼうの食感と、まあ、鶏もそこそ こう味がするんで、これはこれで、まあ、こういうおこわ的なものが好きな人は、こっちが一番おすすめなんじゃないかなって思いますんで、1、2、3ですね。デブリシャス。いや、これすごいですね。すごい意志が感じられますね。こうしたいんだっていう。これはこちらをさらに進化させたような感じで、非常にそのもちもち感でおこわに振り切ってますね。そのなんだろう、もちもち、そしてこの粘り、それによってその鶏五目ならではの出汁の味わいをですね、非常にお米に吸わせることによって、米の存在感と出汁の存在感両方感じさせるっていうやつですね。
味はそれぞれ違いますね。味が好きなのは、味はこれが好きなんですけど、具がこっちゴロッと感、確かに五目っていう気がこちらはするので、私これが一番好きです。